BBP サークルライブ、皆さんこんにちは。最初に司会を務めさせていただくたっちゃんとジャスコです。よろしくお願いします。この度は BBP サークルライブにお越しいただき誠にありがとうございます。早速ですが注意事項についてアナウンスします。演奏中スマートフォンや時計のアラーム音、音や光の出るもののご使用をお控えください。お席を離れる際はお荷物や貴重品の管理に十分お気をつけください。館内は飲食ができますがホール内は飲食ができません。ゴミは各自でお持ち帰りください。客席1列目の利用はできません。地震や火災等が発生した場合は慌てずに係員の指示に従ってください。地震の場合は外へ出ず揺れが収まるまで頭を低くし客席にしっかりつかまり係員の指示が出るまで待機してください。館内および周辺道路での喫煙は禁止です。現在館内喫煙所は定員が6名となっています。定員減少をお願いいたします。サークルには大きく分けて2種類のバンドがあります。まず BBP 新規加入のメンバーが中心となりサークル主催ライブへの出演を目指して活動する基盤バンドが1つ目、あと次に、音楽性など特定のコンセプトに共感したメンバーで活動するコンセプトバンドの2種類があります。今回のライブでは当サークルからは基盤バンドもコンセプトバンドも出演をしています。当ライブは入場無料、出入り口も自由になっておりますが、この曲いいなと感じる演奏に出会いましたら投げ銭箱がございますのでそちらにチップの方をお願いします。投げ銭箱はホール内の出入り口付近にございます。それでは皆様ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは BBP サークルライブスタート。最初に演奏していただくのはサニーレインの皆さんです。結成4ヶ月未満のフレッシュルーキーバンド、経験さまざま個性豊かなメンバーがかっこよく明るい J-POP を2曲披露してくださるそうです。オープニングから明るく元気に盛り上がっていきましょう。それではどうぞ。ようこそ日本へ、君が今ここにいること。
すごい明るい感じの邦楽を歌っているグループです。ちょっと基盤バンドでね、トップバッターってすごい緊張させてもらっているんですけども緊張してるね、緊張させてもらってる。はい、頑張ってやらせていただきます。よろしくお願いします。まあ基盤ということで、やっぱみんな名前知ってもらいたいなっていうところがあると思うんで、ちょっと端っこから自己紹介しましょうか。13期のウェーバーです。セカンドとサードをやります。よろしくお願いします。13期のふみふみです。トップとセカンドやります。よろしくお願いします。13期のカサです。リードとコーラスをやります。お願いします。なんか思ってたの違う踊りしてるね。思ってる尺長かった。12期のベースやってます一郎です。よろしくお願いします。はい、13期の三橋と言います。パーカスやります。よろしくお願いします。サニーレイっていうバンド名なんですけど、さっきメンバーにカサちゃんっていう子がいたと思うんですけど、すごいなんか練習の時に雨降るバンドなんですよね。なんか多分基盤にしてはめちゃくちゃ練習したんじゃないかなっていうくらい練習の回数結構あったんですけど、多分100発100中雨だったんで、今日もどうなるかなってちょっと不安だったんですけど、今日はね、なんかすごい晴れて、格好のライブ日和かなっていうところなんで、今日の天気に合わせてね、すごい明るい感じの曲で持ってきたんで、最後まで楽しんで聴いていただきたいなと思います。お願いします。それでは最後に曲を聴いてください。ミワで光。Thank you.
皆さんが知っている明るい方角、緊張されてるとのことでしたが、堂々とされた楽しい演奏でしたね。会場も温まったのではないでしょうか。練習の時は百発百中雨だったということですが、本日は晴れてよかったです。お次に登場していただくのは雨の皆さんです。お次はコンセプトバンドの登場、95年度生まれバンド雨です。私たちと同世代にぶっ刺さるアニソンをお届けしますとのことです。会場の皆さん、ぶっ刺さる準備はできてますでしょうか。一緒にありがとうございます。一緒に盛り上がっていきましょう。それではどうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
バンド名なんですけど、同じ9